皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。見ると音楽の凄さを痛感する動画ということで、なんか最近こんな動画ばっかですけれども、まあこの動画の中で僕がね、いろいろ音を鳴らしながらベラベラとお話をさせていただこうかと思います。そして皆さんと僕でその音を一緒に聞きながら、やっぱ音楽ってすげえなーみたいな感じで、音楽の凄さとか音楽の楽しさとかにですね、気づいて再認識して、さらに音楽を楽しんでいきましょう、共有していきましょうという、そういう趣旨の動画でございます。めちゃめちゃ気軽に見てください。めちゃめちゃ気軽で大丈夫です。で、そもそも僕がさ、別にその皆さんにさ、へいへい、音楽っての素晴らしいんだぜとか言わなくても、おいおい滝沢、そんなことは別にお前に言われなくても知ってるよと、なる方もすごく多いかと思うんです。まあその音楽が持つポテンシャルとかパワーとか影響力とかもすごいいろいろあるし、皆さんそれを重々ご存知だと思うんですけれども、20何年間かもうギターをたくさん弾き続けて、それでもね、たまにね、僕はね、改めて音楽ってすげえなって思う時がね、ちょいちょいあるんですよ。音楽ってすげえなってね、僕でもね、未だにね、まだあるの。なんか音楽はね、こうね、景色をなんか色付けたりとか、なんかこの景色を変えたりとか、なんかこの匂いなんたらかんたらとか、色なんたらかんたら、温度なんたらかんたらみたいな、目に見えないものを彩っていくようなパワーがあるような気がするんですよ。目に見えないものを彩っていくようなパワーがあるような気がする。例えば皆様がご自宅で、家事、洗濯をしているとしましょう。洗濯。ご自宅の洗濯機の中に、洗濯物をぬるっと入れて、で、ぬるっと回して、ぬるっと終わったらぬるっとカゴに取り入れて、で、そのカゴをね、持ってぬるっと行って、ベランダぬるっと開けて、ぬるっとサンダル履いて、まあ、ぬるっとカゴを置いて、まあ、ぬるっとこう、ね、靴下とかシャツとか、まあ、いろいろこう、洗濯物してるじゃないですか。その場面があったとしましょう。レッツ、イマジン、想像してみてください。で、その時に、後ろの、環境が、まあ無音でも別にいいんですけれども、無音でこうね、シャツ、ペペ、靴下、ペペってやってても別にいいんですけれども、皆さんの背後からこんな音が聞こえてきたらさ、どうでしょう？こんな音が聞こえてきたら、なんかそのシャツとか靴下とかを適当にペペンってやってたのをなんか、みたいな感じで、なんかこうリズムに合わせてなんかすごいこの優雅な感じになるような気がしますよね。で、これは別にいいんだけども、合間に、こういう。こんな感じの、テンションコードが入ってくると、またこの優雅プラスなんかこの儚さというか、なんかノスタルジックというか、なんかすごいこの儚さとか切なさ、甘酸っぱさみたいなのもすごいこうね、加味されるような感じがするんですよ。で、こう同じフレーズをなんかこの音色変えたりとかするとまた景色が変わってきますよね。なんかそういうこれまた匂いとか色とか景色とかそういう変わった感じがしますよね。なんかこの音を聞きながらなんか洗濯物ペッてやってると、まあ優雅な感じはあるんだけども、どっちかっていうと午前中は所により晴れ時々曇り、午後からはゲリラ豪雨が局地的に予想されております。お出かけの際は傘をお忘れずによろしくお願いいたします。それでは今日もハバナイスデイジャオウェルズみたいな感じの雰囲気がしますよね。なんか天気予報っぽいっすよね。なんかこの音色になるとなんか普通に局地的にとか言いたくなりますよね。局地的にみたいな、晴れ時々曇りっつって、言いたくなるような感じがするんですけれども、で、これはまあボサノバチックなコード進行でボサノバチックなリズムで弾いてるから、なんかちょっとこう優雅な感じになるんですけれども、例えばこれがクラシックな曲になったらどうなるでしょうか。皆さんが洗濯物をしております。で、背後からこんな音が聞こえてきました。どうぞ。これはこれで背筋がすごいピンと伸びる感じがしますよね。おい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 みたいな、姫様今お召し物をお召ししますみたいな感じの、なんかそういう感じのこの、ね、背筋がピンと伸びる感じがすると思うんですよ。他にもとか言ったりとかするとなんか死んでしまうとは何事じゃって感じがすると思うんですけども、いかがでしょうか。他にも例えばそのあおとか言ったりとかするとすごいめちゃめちゃこの落ちな感じしますよね。なんか突然こうね、今これ何の罰ゲームみたいな感じになったりとかするじゃないですか。こんな感じで一つ一つのこの、ね、景色みたいなのがですね、すごくたくさんあるわけなんですよ。で、今はそうね、ちょっとこうクラシックとかやってたりとかするけれども、なんかこう洗濯物に全く似合わないサウンドとかをやるとどうでしょう。皆さんが洗濯物をしてるときに洗濯物に全く似合わないサウンド、ドマイナーな曲とか
想像してみてください。皆さんが洗濯物をしている時に背後からこんなミュージックが流れてきたら。いつまで続くというの？誰か助けて。これがいつまでも続いたら私は。みたいな感じがしますね。ドマイナーになるとそっとでつもなく当たり前ですけども、すごい悲壮感があふれる感じになってまいりました。このね、ミからクリシェって言うんですけど、この半音ずつ下がってくるんですよ。で、ここでこのこんな感じのこのメロディックマイナーって言うんですけど、こういう音階とか使ったりするとまたこうさらにこのユーユーって感じがするんだ。で、ここからこのみたいな感じでこの低音も入れて、この情熱的にするとまたこうグッとこう力強いこの悲しみ、なんかお腹の奥底からこの洗濯物に対する悲しみみたいなのがそれズバーッとこうバーみたいな感じのなんか湧き上がってくると思うんですけども、いかがでしょうか。なんかこの不思議ですよね。全然洗濯物やってること何も変わらないんだけども、後ろから聞こえてくるミュージックによってこんだけもう僕らはいろいろとこの変わってきてしまうんですよ。それでこうちゃんちゃんみたいな感じだったりとかするんですけども、これがまあ音楽の持つパワーでございますよ。で、他にもその洗濯物の場面もいいんですけれども、例えばその30年間続くロングセラーバンドの解散ライブが武道館でありました。もうそれぞれその曲目バーってやって、アンコールも終わって、もうアンコールに次ぐアンコールも終わって、本当にもう次がラスト最後の一曲ですの時に、もうそのボーカルの人がこう、MC でこのいい話をちょっとこのし始めた的なシチュエーションがあったとしましょう。その時にやっぱこう、そぐうのは、その時にこのね、そのバンドさんの解散ライブの最後の MC にもうぴったりなのは、やっぱりこの上の方のトーンでちょっと音数少なめにして、でこのコードを淡々と弾いていくんですよ。でたまにこの半音を入れたりとかして、でこのクリシェとかするとちょっといやらしいからクリシェはねちょっとしないの。でもちょっとこうダイアトニックで普通にこうそういうような感じにして、メジャーセブンスとか入れながらたまにオブリガード入れて、でこのアルペジオして、で最後にこういうとこはね必ずねこのねフラットナインスとかのねこのねテンション入れるんだ必ず。そうするとボーカルの人がマイクをそっと持って観客に向かって喋り出すわけでございます。みんな今日は本当にムチョンムチョンの解散ライブに来てくれて本当にありがとう。今日僕らは30年間という長い長い月日に幕を閉じてしまうことになるけれども、これからもどうかむちょむちょのことを大事にしてやってほしい。わー愛してるむちょん、むちょ大好きっていう女の子のその声が出て、気がつけばむちょむちょが始まったのは僕むちょんとベースのむちょん二人ともむちょんの出会いが最初だった。ある時公園でしゃがんでいるムチョンを見かけて、何を覗いているんだとかがんでみたら、ムチョンが覗いていたのは捨てられた子猫だった。僕らはその子猫をすぐに引き取ってムチョンムチョンハウスに連れて帰り、汗を拭きシャワーを浴び、それから大事に大事に育ててあげた。ところがどっこい、その猫エスパーチョンが3歳を迎える頃に僕らはあることに気づいた。今まで猫だと思っていたスーパームチョンは実はクマだった。なんかおかしい、なんかおかしいと、あの時からムチョンはずっと僕に訴えていた。しかし僕はそれを無視して、信じろ、俺を信じろムチョン、大丈夫だ、きっとこいつはこのまま無事に守ってみせるから
俺を信じてほしい。そう言ったけれども、実はクマだった。そのことを知った僕らは、もうこれ以上飼うことができずに、エスパー部長を、エスパー部長を動物園に譲ってあげることにした。そこからその動物園は、スーパー部長の活躍によって活気を取り戻し、僕らはこうしてバンドで成功することにつながったんだ。だから、その奇跡をみんなもきっと忘れないでほしい。僕らが出会ったこと、そしてスーパー無常の生き様を忘れてほしい。そして無常のお家に生えていた美味しそうなキノコを、あ、なんだ、美味しそうと思ってなんか適当に食べたら食中毒になってしまって、あの時に病院に運ばれて無常がすごい熱い涙を流してくれたことも僕は忘れないんだ。忘れないんだ、忘れないんだ。連呼するときは盛り上がるんだ。忘れないよ、僕ら忘れないんだ、忘れないんだ。あの時の情熱を、あの時の思いを僕ら忘れるわけにいかないんだ。みんなならそれをきっと分かってくれると思うから、今この場所にこうして僕らは立って歌を歌っているんだよ。分かってくれるだろう、みんななら分かってくれるだろう。部長大好きにしろ。女の子のすすり泣く声。そして今日これから訪れる時間をみんなの胸に大切にしまって、これからもずっとずっと今日のこの思い出を糧にどうか生き抜いてほしい。それでは最後の曲聴いてください。ありがとうございました。っていう感じになると、スーパームチョムチョンの、ラストライブもすごいこのいい感じになったりとかするかと思います。なんとか分かっていただけますでしょうか。やっぱりこうね、いい雰囲気を出すときにはですね、このコードを淡々と上の方でこう聴いていくに限るで、弾いていくに限るですよ。このマイナーでこう。で、この。で、この。で、ちょっと、悲しさをアピールしたければ、この、こういうコードに行って、で、ちょっとさっきも言いましたけど、盛り上がるっていうか、その、ここぞってときにこう、ね、でも僕らは信じるんだ、わかるだろう、わかるだろう、あの時の思いを僕らは裏切るわけにはいかないんだ。それは君ならな、分かってくれるかな。今こうして立ってるんだってやったりとかすると、こうなんかこうすごいこのさっきこれはなんかね、やってたなんか私のあの人はいつ帰ってくるのみたいな感じだったけれども、なんかこういう雰囲気が出てくるわけでございますよ。なんかそれぞれね、この音遣いにこのヒントってわけじゃないんですけども、なんかこういう、なんだろう、悲しい時のサウンドとか、なんかこの盛り上げたい時のサウンドとか、なんかこうね、グッと来たい時のサウンドってかいろいろあるんだけれども、面白いもんで、本当ね、これらを奏でると、やっぱそういう雰囲気になるんですよね。面白いもんで。その感動的な再会シーン、うんたらかんたらって言ったら、このアルペジオですよ、アルペジオ。お前、俺のこと覚えているのか？当然じゃないか！忘れるわけがないだろ。あの日、僕らが出会った場所のこと覚えてないのかい？いや、俺は覚えてるけど、お前、あの時はもう3歳だったじゃないか。泣いてた。僕らはいつからか3歳という時を経てうんだらかんだらみたいな感じだったりとかするんですけども、いかがでございましょうか。なんかすごいこう、想像できますよね。このシーン。僕がさ、ピアノ抜きにしてさ、お前、あの時のこと覚えてるのか、当然だよ、覚えてるわけがないだろ、いや、忘れてるのかい、いや、忘れるわけがないだろ、みたいな感じで言ってても、おい、滝沢どうしたって感じだけども、この BGM があると、もう私の説得力よ。実は、みんなに、今まで、隠していたことがあるんだ。それは決して許されることではない。だから本当は、ずっと隠し通して、行きたかったけれども、僕自身が今の悲しみを乗り越えるためには必ずこれをみんなに打ち明けなければならないんだ。だから僕は皆さんの気持ちを持って、これを断腸の思いで続けることにするんだ。分かってくれ。記憶の彼方にあなた
魂残りのみたいな感じだったりとかするんですけど、エンディングテーマが始まりました。なんとなくいろいろこの想像がつくと思います。なんかこういうの映画とかでありそうですよねありそうですよねって言ったら映画の人に怒られちゃうかな。でもなんか僕が言いたいことはすごいわかると思うんだ。いかがでしょう。こんな感じでね、そのコードとかメロディーとかで、ね、その雰囲気とかに、この音色とかはもうすっごいもうね、音楽をね彩る、もうもうとてつもないパワーを持ってるんですよ。この15分間の動画で皆さんそれをね痛感したと思います。これからですね、もういろんな音楽を聴く機会があると思います。もうすごい自分の好きなミュージシャン、ポップス、J ロックとかいろいろあると思うんですけれども、映画とかのそのサントラとか、そのゲームの音楽とか SE とかいろいろあると思うんですよ。で、そういったものはね、もう一つ一つね、その場、その状況、その景色にマッチングするように使われてるんです。作られてるんです。それに気づくと、またさらに音楽が好きになったりとか、音楽の凄さを気づくきっかけになったりとかすると思うんで、これから、もういろんな音を耳にすると思います。その時はぜひともですね、今日の話を思い出していただいて、音楽とはやっぱすげえなっていうことを思っていただければ幸いでございます。そうすると音楽がもっと一層面白くなると思うし、もっと一層好きになれると思うんです。まあ実際に何の役に立つかわかんないけども、そんな感じでございます。これから皆さんがね、あの音楽ライフを楽しく、過ごしていただけることを祈っております。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、ありがとうございました。最後に私、滝沢勝成、Twitter などやっております。 TAKAJAWA 滝沢っていう名前なんですけれども、もしよければ、Twitter フォローしてみてくださいませ。そちらの方にね、動画の感想とかリクエストとかご意見いろいろあると思いますので、お気軽にプルッと、コメントいただけますと幸いでございます。それでは長い動画になりましたけれども、最後までありがとうございました。さよなら、グッバイ。